6.12天皇杯2回戦名古屋0の1ジャパンサッカーカレッジトヨタス天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会は12日2回戦を開催しトヨタスタジアムでは名古屋グランパス J1 と日本で唯一のサッカー総合専門学校であるジャパンサッカーカレッジ新潟県代表北信越リーグ1部が対戦 後半に先制したジャパンサッカーカレッジがそのまま逃げ切り1対0の完封勝利を収めてジャイアントキリングを達成した序盤から名古屋がボールを保持して試合を進めるもののジャパンサッカーカレッジ守備を崩しきれないジャパンサッカーカレッジもゴールに迫る場面を作り出そうとするが共に得点は生まれないまま前半終了を迎えた0対0で後半に入ると 6分にジャパンサッカーカレッジが試合を動かす右 CK は一度は跳ね返されたものの粘ってボールをつなぐと最後は右サイドから送られたクロスを FW 上限直樹が押し込んでスコアを1対0とした1点のビハインドをしょった名古屋は11分ベンチスタートとなっていた FW 山岸優也 MF 内田拓也 MF 中山勝弘 MF 森島司の4枚を一気に投入 さらに25分には FW パトリックを投入して状況を打開しようと試みる。しかし、最後まで名古屋に得点は生まれず、逃げ切ったジャパンサッカーカレッジが1対0の完封勝利でジャイアントキリングを達成。3回戦では群馬 VS 山口の勝者と対戦する。